マカルスカは、クロアチア南部に位置するアドリア海に面した町、及び、それを中心とした自治体であり、スプリトから南に6 0トルドゥブロブニクから北西に1 4 0トルに位置する。行政区分としてのマカルスカは町であり、スプリトイコールダルマチア軍の一部である。マカルスカの路地町は、ビオコボ山脈とアドリア海に挟まれた、馬帝型の入り江に広がっており、 有力な観光地となっている。数キロメートル沖合のブラチ島のスマルティンとの間にはフェリーが運行されている。ヤシの木が並ぶ海辺の散歩道には、シャレタカフェやバー、ブティックが立ち並び、数多くの観光用の船が係留されている。マカルスカの中心をなす旧市街は石畳の細い路地が入り組んでおり、教会前の中心広場には花や果物の市場があり、 フランシスコ海の修道院には巨大なハマグリの貝殻をはじめとする貝殻のコレクションがあり、貝類学博物館として公開されている。これとは別にマカルスカ博物館も有する。街はマカルスカ海岸の中心を占めている。海岸はブレーラからグラダツにかけて 60km にわたって広がっている。夏季になると、クロアチア国内のほかドイツ、オーストリア、チェコ、 スロバキア、スウェーデン、スロベニア、ハンガリー、ボスニア・ヘルツェゴビナをはじめ、各国から観光客が集まってくる。マカルスカの地域には古代イリリア人が居住していた。街はタブラ・ペウチン・ゲリアナにイナロニアとして記されているが、533年にサロナで開かれた教会会議ではムックルムと呼ばれており、この時にこの街を中心とする教区が設置された。 7世紀にセェーティナ側からネレトバ側までの領域はスラブ人に占領され、彼らはネレトバ広国を建国し、この街をも黒と呼んで広国の首都とした。スラブ人による海賊行為に対する報復のためにこの地に襲来したベネツィアのドージェ、ピエトロ・カンディアーの一世は877年9月18日にこの地で敗北し、死去した。広国は12世紀に クロアチア王国の一部となり、1世紀後にはベネツィア共和国に征服された。15世紀にはオスマン帝国がこの町を占領し、三本の塔を持った城壁が町の周りに築かれた。1646年に再びベネツィア共和国が支配下に収めたものの、1797年のカンポ・フォルミオ条約によってオーストリア帝国に引き渡された。 1805年から1815年までフランス帝国の占領下となり、この時代に経済的、社会的、文化的な発展がもたらされた。ウィーン条約によって再びオーストリア領に服し、1918年までオーストリアの支配下であった。20世紀初頭には農業、交易、漁業が経済の根幹であった。1914年に、 初のホテルが立ち、観光地としての発展が始まった。第二次世界大戦の時代、マカルスカはクロアチア独立国の領域となった。町はクロアチア独立国海軍の港となり、中央アドリア海司令部の拠点となったが、後に司令部はスプリトに移された。2007年時点でも戦争の犠牲者の発掘作業が続いている。 アンドリアカチッチミオシッチアンドリホキャスクミシックの造形流状。ありがとうございます。